はい、ということで高須湾高校の高須なんですが、今日はデュランタンさんをお招きしてですね、なんていうのかな、イヤホンの特集と、イヤホン特集をもう長々とやってきましたがヘッドホンもあるということで、うんうん、イヤホンよりは数が少ないらしいですねヘッドホンの特集をじゃあ、はい、お願いしていいですか。ゲーミングでヘッドホン、はい、あ、これはワイヤレス、あ、ワイヤレス、まずそうです、うん、まあヘッドホン長時間してられへんわって言っておきながら、はい、またヘッドホンに戻ってくるんですけど、戻ってくる。じゃあまずこれ、うん、今これ見た目かっこいいっすね。 10X マーク最初のやつで、今マーク5ぐらいまでいってるんですけど、何 X ですか。ソニーのソニー、うん、まあまあ型番はどうでもいいです。ソニーのワイヤレスヘッドホンっていうのが今高いやつ5万ぐらいするやつあるんですけど、はいはいはい、まあ要するにヘッドホンで主流はこれっていう音を、うん、なるほど、まあ、まず聞いてもらおうと、はいはいはい、ヘッドホンの主流の音はこんな感じ。これノイキャンなんだよ。こう向きでしたね。え、赤い方が右、赤い方が右、こっちに、そうそうそう。あ、マジですか、うん、そうですか。そこ、ここ触ると反応しちゃうんで、ここ、この平たいとこ触らないでしょ。そこタッチセンター、スイッチで、ね、そう、そこタッチセンターまずノイキャン聞いてるんで静かになってると思いますけど、ノイズキャンセリングオフって言ってますけど、オンにしないとダメです。ちょっと待って、どうしたらいいですか。ちょっと待ってください。触るからノイズキャンセルのオンにオフ。ここ触ったんですね。あ、そこ触っちゃダメで、また楽曲は青春コンプレックスとか、はいはい、東京シャンティーラブとアイドル と音源全部一緒、うん、まあ、最初、ああいいですね、うん、いいですね。ストレスなく聴ける感じで、これが皆さん、いいオーディオの世界の人は大体これを聴いてる。エアコンの音とかも聞こえるんですよね。うん、うん、エアコンのこうノイズ音とかも聞こえない。うん、そうですね。ノイキャン聞いてるんで、部屋のな環境音とか消えるんですよ。ノイキャン聞くと。他のやつも次々東京シャンティーラブみたいな。まあなんかふわっと聞けるというか、こう BGM 的にストレスなく聞ける感じですね。うんうん、まあそもそも最近音楽聴くときってこんぐらいのふわっとした感じでもうダラダラ聴く感じじゃないですか。そうだから、これもまあ耳を塞がない、そうそう、骨伝導ですけど、さっきのガチで音楽聴く、もしくはそのガチで音に集中するっていうような環境とは違うんですよ、うん、そうそうそう、最近のながら聴き一緒に、そうそうそう、だからワイヤーなんかとんでもない、ワイヤレスが当たり前、はいはいはい、左右別とか、そうそうそう、これもワイヤーない、ワイヤレスが普通なんですよ、うん、まあ、これが標準なんですけど、うんうん、で音的なことで言うと、まあ、ノイキャン性能とかがどんどんアップデートしてて、うんうんうん、ノイズキャンセルとかはあれ性能上がってるんですけど、はい、音的な感じで言うと僕なんかそんな変わんない気がする。一番最新の機種を聞いても、うん、まあちょっと低音強いですよ今のですか、はい、ちょっともう一回ちょっと聞いていいですかね、最初のやつを。てか、うん、まあそうですね。ただこのやっぱね、イヤホンとヘッドホンで環境が全く変わるから、ちょっとリセットされた感じがあるからね、はいはい、比べられないんですよ。あ、なるほどね、うん、音鳴り方全然違いますからね。そうそう、だからこっちはこっちで良さもあるでしょ、うん、だからやっぱ耳の圧迫感がまあなくなるっていうかな、この耳穴の圧迫感はな、うんうん、まあまあ普通当たり前の話ですけど、うんうん、なくなって、うん、だからでもヘッドホンいいなと思います。勝手が変わる、うん、ちょっといいなと思うんですよ、ね、もう耳に突っ込んでたらあの不便さは何やねん。あの耳突っ込みながらも音質が上がっていく感じからちょっと解放されて、はい、フラットなんで、はい、多分なんか音は物足りないんですけど、はい、心地はいいんです。心地いいでしょ、うん、聞きやすい。まあまあまあ、でも これがまあ普通で、うん、これで満足するじゃないですか。ですね、これでいいんですけど、だって僕が持ってるイヤホンこんなんあります。ヘッドホンこんなんありますけど、はいはい、それはどれぐらいですか。いや、こんなんも1000円2000円。あ、オーディオテクニカね、はいはい、あ、オーディオテクニカもちょっといいかもしれないですね。あ、それも聞いてもらったらいいですよ。それも聞いてください、ね、ああ、そうですね。これいくらやったの。
もうめっちゃ安い、なんか必要に迫られて夜中に、ね、オーディオテクニカとかはバカにできないです。この数千のやつでもかなり良いとするので、ヘッドホンはそのこのこれぐらいのやつでも結構良いとするんです。夜中に爆音で映画見るために買ったんです。はいはい、じゃあこっち時間出して、アンプさせてもいいけど、そっち時間出していい。結構良くないですか、でも。多分結構いいと思う。うん。あのね、そうですね。こっちの方が、そうですね。数千円、5000円以下ぐらいとか、5000、6000円ぐらいのヘッドホンでも、オーディオテクニカ。悪くないかもしれないです、ね。そう、オーディオテクニカとか悪くないんですよ。うん、有線だと、これの安い、無線だともうスカスカになっちゃうけど、うん、有線だとこれの値段でも結構言おうとするん、うん、でもまあそこで終わったら話終わる、はい、ちょっとよく いわゆるだからさこれでいくと、うん、僕のその好きな音っていうかゲームに向いてる音って、うん、モニターイヤホンモニターライクって言うんですけど、うん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 、低音合わせモニターライクそうそうなるほどモニターイヤホンっていうだからプロのローグライクみたいなノリですねそうそうプロの人が音をちゃんと鳴ってるかどうか確認するための道具なんですよ。はいはいはい、あの、IE100 Pro とか、うんうん、あの、シュアの215とかは、あれは、モニターイヤホンっていうのは、本来プロの人が、細かい音が鳴ってるかどうかを聞き分けるための道具としてのイヤホンなんで、うんうん、普通の人が音楽をリスニングとして楽しむようじゃなくて、そういう歌で作られてるんじゃないイヤホン。だから、普通に音楽を聴く分には、あれでいいんだけど、ゲームじゃ足らない。うんうん、あれじゃ足らないんですよ。なんで、そのモニターライクイヤホンとは何ぞやと、うん、モニターイヤホンにちょっと手を出した、うん、っていうところの話。それがさっきの、はい、特集ですね。はい。はい、ここヘッドホンの話。モニターヘッドホンってじゃあどうだろう、うん、あ、モニターヘッドホンっていうのもあるってことですか？そうそうそう。もちろんそっちが主流。モニターヘッドホンが主流。イヤホンはマイナーなんです、逆に。ああ、モニターさっきまでのモニターイヤホン、モニターライクのイヤホンをさっきまでの話じゃないですか。そう、モニターライクイヤホンはライブとかでこう、うんうん、やっぱちっちゃくしないといけない。うんうん、こんなんしてられへんから、あの小さいあのイヤホン型のやつでちゃんと音を聞き分けるっていうのがプロ用途で作られたモニターイヤホン。うん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 、インイヤーモニターとかね、うん。それがプロとしての道具なんですけど、じゃあスタジオでプロの人たちが音を聞くための道具としての、ヘッドホン。ああ、ヘッドホンでやるんだ。そうそう。うんうんまあ、それ、これも高くすると、もう20万、30万、世界行きますけど、ね、うん、僕はまあ、ここまで 2万以下のレギュレーション決めてるんで、うんうん、2万以下のやつをいろいろ。モニターイヤホンで、日本で一番有名なやつ、これ。出てきましたね、またなんかいろいろ。ソニー。MDR-CD900ST ってやつなんですけど、うん、なんか、これね、見たことないですか？プロっぽい。これね、あの、ソニーのファーストテイクっていう。うん、あの YouTube の一発撮りのシーンだね。あれアーティストが全部これつけてるんです。これなんや。この細かい帯のやつ。あえてこれにしてるんですか。もっと高いの使ったりはしてない。あのね、宣伝、あれ宣伝したいだけだと思いますけど。そうなんや。どこの宣伝噛んでるんや。まあ、で日本のその録音スタジオ行ったら大体全部これが置いてあるらしいです。だからプロの人はこれを聞いてマスタリングしてるから。ああなるほど。あだからどういう標準仕様ってことですね。そうそう。どういう音を作りたかったかが、はい、これで聞けばわかる。なるほど。ちょっと面白くなりません。面白いですね。まあ、で、なんだけど、これこう。でも最近のさ、卓録の人らってまた違う世界がありそう。そう、卓録違うし、で、最近の音だと全然ならない。ああ。まあ、その辺も含めてちょっと後で説明したいんだけど、あのね、だから、これ東京シャンティラウドが聞いたら全然ダメだと思う。ああ、なるほど、ね。ならないから。ただ、まあまあ、一般的にみんなこれでやってるっていうところを説明したい。うん。で、これ、ヘッドホンの端子なんですよ。この分厚い 6.3 ミリ。はいはいはい。見たことはありますね。で、これを変換させないと、その、なるほどね。ならないね。で、これをね、これ 3.5、4.4 にするのはできないです。実はバランスケーブル。3.5 を。これをね、4.4 に変換できないです。できないんだ。っていうのも、太くできない。違います。あの、線が2本で来てないとダメなんです。だから、こう、4本か。4本のケーブルがこう、これもここでミックスされちゃってるから、3本のミックス線でこれをリケーブルできないやつなんで、はいはいはい、これはもうその4.4のバランス接続できない。はいはいはい、これやろうと思ったら分解してケーブル抜いて自分でこう4本線で。これはじゃあ 3.5? あ、これですか、うん、これ3.5ね。ですね。はいはい、うん、そうなんです。あ、そうか、4.5。なんだっけ ?4.4 のバランスはできない。できない。できない。これ3.5にしかできない。で、これ、それやろうと思うと分解して、ここのケーブルからこう4本の線を引いてきて、ここに持ってきて、ジャックつけるとか、買い、まあ、してはしても言えるんですよ。これお店持ってったらそれに買い出してくれる人もいるんですけど、
まあそれは今回できないんで 3.5 で聞くんで、うん、ちょっとねそもそもこんなものを iPhone につなぐっていう時点でなんか割と違和感がありますね。まあそれは今考えるとね、あのこっから先はあのそもそも最近の iPhone にはこれがもうついてないっていう、あそうそうそう、だからこれやるためにこの Xperia 買いましたから、これ2万超えてるからレギュレーション超えてるやつ、あこれそうなんや、そうそう、この聞き比べするためにこのイヤホン端子が iPhone のこれじゃやっぱダメですか、ここに、ああの、まあ、そこもダッコいないんですよ、 これの ここがこれあの C になってますけど、ここがライトニングになってるケーブルもあるんです、これが、はいはいはい、だから最近の iPhone にあのイヤホンつけようと思ったら、このここにイヤホンの穴がついているちっちゃい機械を、あそうそう、それがこれでできるってこと、うん、ここにライトニングケーブルついてて、ここに刺せばここに刺せると、それができるだけの話で、さすがにヘッドホンはあんこないとならない、あそうなんや、ここ直出すだって弱すぎてちゃんとならないです、だからヘッドホンの世界やるときはもうダックは必須やと思う、これは必須やと思うんです、でこれがまあそのアーティストの人がとか、まあ、プロのモニターの人が聞いてる音で、音小さいと思うんでちょっと上げてってくださいよ、ボリューム調節します、これがモニターイヤホンの音、あ、また触っちゃった、バンドサウンド聞くにはいいかもしれない、うん、これ4ピースの青春コンプレックスは4ピースの曲なんで、うんうんうん、まあ、そんな音数ないからちゃんと聞こえると思う、うん、こっからダメなんですよ、聞いてもらえば分かります、東京シャンティーラブとかアイドルとか聞くとなってないとか低音がちょっとひどいことに、うんうん、まあでもあれやわ、これが普段聞いてる感じですよ、うん、よく考えたら、うん、あのこのぐらいです普段は、これ聞いたら特に低音がね全然モコモコしてるんですよ、なんか、うんうんうん、ただなんか悪くないなって思うのはなんかこれ J-POP バランスというか解像度は、ね、高いんです、でここで90年代の曲に戻ります、そうそう90年代っぽい、まあまあジューダスプリンスも聴いてみてください、めちゃめちゃいい、うんうん、合ってるんですよね、うん、そうかっこいいですね、そう90年代の曲をこれで聴くとめちゃめちゃいいんですよ、アジカンですけど今アジカンのリライト流してます、うん、あのいいですよ、めちゃめちゃいいです、めちゃいい、このラルク・アンシエルのレディステディーゴーとか言いますけど、この流れでじゃああの、うん、ダイナマイトいいですね、ちょっと待ってください、どこかにダウンロードした、このね、90年代ぐらいの曲を聴くとめちゃめちゃいいんですよ。あ、ダイナマイトエクスプロージョンじゃないですか。あ、はい、ワコロス7のあの大好きなネキバサラの曲を。うん。めちゃめちゃ良くないですか。うん。こういう音で作ってるからすっごい音いいんですよ。思い、いつか、これあの、どこかで確かに、あの、YouTube 録音された自分の YouTube をこれで聞いてもらったみたいな。まあね。かなりいい音で聞ける。タク録音。いや、もういいですね、うん。これでも、このバランスで作ってますよ、みたいな作り手側もね。わかるでしょ。で、90年代の曲を聴くにはいいけど、うん、最近の曲には全然合わない。合わないですね。うん、その東京シャンティーラブとかアイドルとか、これ聴いたら全然音、うん。逆に言うと、あっちが変に特化してるんですよ。変な音楽。最近はもう普通の曲作ってもしゃあないから、変な方向にどんどんこうみんな。まあ、音が足されてるとかね。音は足してるんかもしれないですけど、現代にはもう合わない。合わないですね。うん、まあ、それに言うと、さらに言うと、これ、ここめっちゃ薄いんですね、これ。はいはいはい、音出るとこ近いんで、うんうんうん、結構こう直接にこう音が来るから、うん、結構頭の奥に音がガンガン来るんですよこれ。ああ、うん、頭の中になる感じするしな、うん、だからこの90年代の音楽って、うん、あのもうメロディーもそう、メロディーも言葉もそうですけど、やっぱこうわしづかみにしたいように作ってる、うんうん、でも最近の音楽って BGM にもなる、あ、はいはい、ちゃんと弾こうと思って掘り下げていくと音数ですごい奥まで入っていけるっていう感じなんで、うんうん、
なんかそのメロディーとか歌詞とかがないがしろにはされていないが、メインではないって感じがするんですよね。うん、だからボーカル聴くならこれの方がいいと思う。いやでも そういう風な作りの最近の音楽をこれで聴いたからって別にその歌詞とメロディーが入ってくるわけではないと思う。違和感あります。作りが違う。違和感あるし、やっぱちょっと合わへんなって感じで、うんうん、最近の曲を聴くには全然合わないんですけど、うん、ちょっと前の曲これ聴いたらめっちゃ楽しいんですけど、うん、ただねこれノーズにこうガンガン来るから、うん、長時間聴いてられないんです。すっごい疲れる。1時間聴いたらヘロヘロになる、なれますね。このさ、ヘッドホンってこれ破れてきますよね。そう、これ破れるんですよ。これ破れたら気持ち悪くなるんですよ、これ。そうそう。ここは耐久性がなくて、うん、なんでこういう作りなんでしょうね。これここだけ売ってるんですよ。バイス売りで1000円ぐらいで買えるんで。あ、そうね。でこれあえて僕これここをいいやつに変えるのもできるんですけど、うんうん、まあそれやったらこの元の音が伝わらないんで、ここの厚み増すとやっぱ音がその鳴るところが遠くなっちゃうから、はいはいはい、ちょっと音の変わりがある。でも、まあ、設定が変わる。そうそう、元のあの音を聞いてもらいたくて、うん、あえてこれそのまま持ってきた。なるほどなるほど。まあここからじゃあこれ今合わへんな、うんうん、合わへんし、うん、ちょっと低音ね結構変わるな、これですよ、うんうん、もちろんゲームに合わないですこれ、うんうんうん、ゲーム向きじゃないんで、もうちょっとゲーム向きにしたいなっていうのをそのお店でヘッドホン聞きまくってどこだ低音が強くないやつを探しまくったんです。で、ねゼンハイザーとかもちろんゼンハイザーペットもあるし、うんうんうん、まあそれでいうとあのソニーのこういうやつとか BOSE とか、はい、BOSE もそうなんですけど低音強いんです、はいはいはい、で基本ヒップホップのそうそうヒップホップで EDM とかあの基本低音系なんで、ちょっとそこはもうどんどんこれ違うこれ違うなるほどこれ違うってやってって、うん、でまあその中音域がめちゃくちゃいい感じの音でいうと、うん、アーカーゲイ。え、ちょっと待って、その発音の仕方ってことはロシアかなんかですか？アーカーゲーなんで、オーストリア。オーストリア、はい、ドイツ、オーストリア、クラシック大国の、まあ、ヘッドのメーカー、うん、で、これオープン型なんかかっこいいですね、見た目が、はい、で、これの白いやつがオタク的にはちょっと有名で、うん、あの、ケイオンっていうアニメの作品でこれの白いあの K701 ってやつを女の子が使ってて、そうなんや、めちゃオタクの間で有名なデザインなんですけど、うん、これはそれのちょっとリケーブルできる、さっき言いましたケーブル変えられるタイプ、はい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 、あの701はリケーブルできないんで、うん、このぶっといヘッドホン端子のやつしか変えられない、ここが抜けないんですけど、うん、これ僕やっぱりどう考えてもリケーブルできた方がいいわと思って、うん、あの702にした。で当時そのオーストリア直産だったんで8万ぐらいしたんですけど、うん、あのサムソンに買収されて中国製になったんで、あららら、レギュレーション2万以下になりました。へ、僕のレギュレーション、それはあれですか、その会社にとっては良かったんですか、どうなんですか。いや、まあ潰れちゃうよりはいいんじゃないですかね。あ、厳しかったんですね、まあ、経営が苦しいからサムソンに買収されて中国で製造させられて、まあ、安くなったって、うん、まあ、僕らが手出せるなと、うん、まあ、そういう意味ではいいかも。でこのアーカーゲーがあの、うん、そのやっぱ中高音重視のやつ、はいはいはい、でこれ もういきなりリケーブルしちゃいますけど、元の長さ3メートルぐらいあって、はい、使いづらいんで、この短く1メートルぐらいのリケーブルしたやつを指します。でもやっぱりそれはあれですか、クラシックが根付いてる曲や、あの、国やったからってことですよね。クラシックの国だ、なんで これそこで開発された様式をあのそのままあのこう作り方をそのままに韓国で、はい、韓国サムソン、あ、サムソンが作って韓国だね、はい、韓国で買収されて作っていると、で製造は中国、今製造は中国、うん、あ、いいですねこれ、つけ心地そうそう、耳が痛くないです。そう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 、あのベロア素材って言って、ここのそしてこの穴がでかいので、あ、そうそう、耳の先っちょとかが当たらないんですよ、一切、はい、音ちっちゃい、あ、はい、あ、そうそうそう、パワー当たらなくなる、めっちゃ上げてください。で、開放型って音抜けるんですよ、うん、外に。めっちゃ音漏れするんですよ、はいはいはい、外側に。まあまあ、まろやかですね。めっちゃまろやかになるんですよ。ボーカルが綺麗になって、うん、確かに低音強くなくて、こう中高音が綺麗になるんですよ、東京したんですよ。低音そんな強くなく、うん、中高音がやっぱ綺麗。めっちゃ綺麗になります、うんうん、これやなと思って店頭で探しまくって、アーカーゲーですね、アーカーゲー。
これも低音、アイドルとかも低音ガンガン乗る曲ですけど、そんな刺さないです、うんうん。これいいです。このアイナジヘンドとかもめっちゃ綺麗に聞こえる。綺麗ですね。なんかイヤホンと聞いてたのとは違う世界で聞こえるじゃん。ボーカルの世界。これなんかゲームするにもそんな刺さらない感じです。なるほど。いいですね。もう好きな曲かけてもらって、ね、せっかくな。いや、さっきのね、ジューダス・プリストに戻りたいんですけど。あ、そうです。まあ、これはもうロックなんで、ね、ロックというかヘビーメタなんで。逆に合わないかもしれないです。かもしれない。アーカーゲーム、逆に合わないかもしれない。あのだから どういう曲を普段聴くかによってやっぱ違いますけど、うん、その最近やっぱ僕はアニソンをよく聴くから、うん、アニソンで女性ボーカルの曲で探すとやっぱ中高音綺麗に聞こえる曲、うん、確かにね、ボーカル中高音女性ボーカル綺麗に聞こえる曲でアーカーゲーめちゃめちゃいいなと思って、その何回も聴いた曲ことある曲の方がちょっと、うん、あ、そうですね、あれプラスになって、うん、綺麗ですね。これあのあれなんですよ。この2曲がつながってて、はいはい、こっちはただの BGM で1分ぐらいのピアノから始まって、はいはい、だからまあこれで1曲なんですけど、はいはい、ピアノの音とか綺麗に聞こえる。ピアノの音綺麗です。めっちゃ綺麗に聞こえると思う。クラシックの国の曲のあのヘッドホンなんて。聞き込みたくなります浸りたくなるですよ、うん、いいですね、めっちゃ浸りたくなるんですよ、うん、あとやっぱりつけ心地もすごく、あ、そうそうそう、これここでこう分散してくるようになってて、うん、勝手にフィットするようになってる。これいくら？これ2万円ぐらい、安いところで買って1万7千円ぐらい、まあ結構これを頑張って買いましたけど、これもせんなんかさっきの見てるとチャッチく見えてきます、ね、あ、それもすいません僕安いの買っちゃいましたけど、それによっても変わるんですか？おもう2件やりだすとね、そこを銀とやりだすとめっちゃですよね、金がね、オリジナルが3メートルまでちょっとクソ垂れ長いんで、ちなみにどんくらい音漏れするんやろ、めっちゃ鳴ってます、結構鳴ってますね、そうそうそう、でこれ外で聞けないやつですね、家の中でしか聞けないやつ、なるほど、これがじゃあ今現状ヘッドホンはこれってじゃないんですか、ちゃうんですかまだあるんですか、平面磁気駆動鳴らしたんですよ、平面駆動、平面駆動、はいはい、さっきのね、平面駆動のヘッドホンってやっぱりもう高級ヘッドホンの世界、はい、数さっきの、要はヘッドホンなりイヤホンの中の部品でコイルを、振動させる方法の違いってことですよね、あ、そうそう、だから振動板を振動させる方法ですよね、はいはいはい、だから平面駆動っていうのは全体をそうそうそう鳴らせる、鳴らす、振動板にコイル巻いて磁石で挟んでこう、こう鳴らす、全体を鳴らすからノイズが少ない、ノイズ少ないっていう手法が平面、中音きれいになる、はいはい、で中華の、うん、中華だと平面駆動でも安い、はい、また同じ理論がそうそうヘッドホンにも適用されていると、でそれがこのハイファイマンの、あ、ちなみに先ほどまでの2つはやっぱりダイナミックドライバー、あ、そう、ダイナミックドライバーで、これ平面駆動のかっこいいじゃないですか、ハイファイマンの、はい、HE400SE ってやつですね、はいはい、でこれもちょっとリケーブルしてます、見た目かっこいいのとこれ超重いですね、ちょっとリケーブルしちゃってますもん、これ、はいはいはい、あのここを 3.5mm、 スタンダード 3.5mm、 3.5mm、 あー、それはちょっとでも 4.4mm のバランスで、ちょっとまずこっちじゃ聞いてもいい、僕のいつも聞いてるの聞いていいですか、はい、どうぞ、あー、もう最高です最高ですね。ギターとか綺麗に聞こえるんですよ。ギターの音とか。ギターやばいですね。ギターの音とか。音圧がまた上がるし。あ、これやるとパワーが上がるからね。これアンプのパワー。あ、それはこれね。はい、うん、アンプのパワー。あの僕が求めてるジューダス・プリストの音が聞こえます。あの。あの
全部の楽器の粒がこう分解しやすい、うん、そしてボーカルがちゃんと立っている。めっちゃ声でかい、声でかい、声でかい。ちょっとあれを聞いてもらっていいですか。ライブラリーに行きます。ライブラリーってかサマリー。このジューダス・プリスト最高ですね。まあ今までも最高ですけど。まあまあ青春コンプレックス聞いてください。うん、やっぱバンドサウンド、青春コンプレックスはバンドサウンドなんですけど、これはやっぱいいですね。めっちゃライブ感もあるし、ありますね。楽器音全部聞こえるし、手音もそこそこ迫力あるし、言うことなしなやつ。東京シャンティラとかも鳴らします。そんな点を刺さないんですよ、うんうんうん、でもちゃんと音聞こえる、いい塩梅で、うんうん、でボーカルのニュアンスが良くなるんですよ、圧倒的に。めっちゃ聞こえてくる。めっちゃいいですね。まあじゃあアイナ・ジ・エントもできるから、めっちゃいい、うん、めっちゃいいと思います、これ。アイナ・ジ・エントね、今、うん、レッド・バースマーク。うん、めっちゃよく、これもだからさっきのイヤホンの方で言ったような変化がやっぱありますね、はい、その、うんうん、そのイヤホンの方でも起こっているような変化と同等のようなボーカルがやっぱりボーカルが良くなる、うん、平面駆動だと、はいはいはい、ちょっとでもアーカーゲーを買った直後にこれを買ってしまって、僕はちょっと若干後悔してるんですけど、もっと間を空けたらよかったなと。もっとなんて時間を空けてこれを楽しんでから、間を空けた方がね。そうそう、確かに、ね、これとこれだったらこっちの方が良くないですか。平面駆動いいですね。しかも、いいです、こっちの方。これが、まあ、これ2万円しましたけど、うん、アーカーゲア2万円しましたけど、うん、これ1万5千円ぐらい。なおかつ僕、セール、ちょっとアマプラセールやってて、うんうんうん、1万3千円ぐらい。多分4月、7月にまたアマゾンプライムセールがあるから、うん、その時も1万3千円台まで下がると思います、うんうんうん。だからヘッドホンのゴールはここ。なるほど。これにたどり着きました。これはデフォルトではない。これリケーブルしてます。4.4mm のやつにリケーブルしてるんで、うん、ちょっと飛ばしちゃいましたね。うんうんうん、元は、これが元ね。そうそうそう。元は 3.5、3.5 のこのやつがあるんです。これすごいいいですよ。しかもデザインも。これがね、ダサいって人もいるんで。いや、これかっこいい。あのね、ガチガチした機械っぽいのが嫌いな人もいるから、うんうん、このちょっとなんか工作っぽい感じが嫌いな人もいるんで、これがダサいっていう人もいるんですけど、僕はそこまでダサくない。そうですね。ただ軽さで言うとこれはこっちの方が軽いんで、うん、ちょっとまあちょっと重いのは重い。つける。僕は結構ねずっしりしたもの好きなんですよ。やっぱあのマテリアル感が。はい、だからそういう意味ではこっちの方がいいと思う、うん。だからさっきのイヤホンもめちゃ重かったんですよ。あのその削り出しのやつ。でもあれはあれでいいと思います、ね。はい、あっちもいいと思う。音的にはこれが僕今のところヘッドホンのゴールこれ。まあ、聞き比べましたけど、全然違う。全然違うな。でね、あの音源によって変えたくなるんで、ちょっともう一回その1個前でいいですか。アーカーゲーですか。はい。アーカーゲー音をめちゃ上げないと聞こえないと思う。まあ、しかもこれあれやもんね。そうそう。だから、それがあるんですよね。3.5 にできないのかな。あ、でもいい、これではこれでいい、いいよな。そうそう、これはこれでいい。そのボーカルの綺麗さとか、中高音の良さとか。こっちは結構クリアな感じがして、こっちはちょっと臨場感がある感じだったな。うん、パワーがあるんだよ。パワーが違うから、あのパワーが違うから比べにくいんですけど、うんうん、こっちの方がなんかあの繊細さはある。そうそう、でこっちは臨場感がある。そうそう、まあ、さすがクラシックの国だって、繊細な鳴り方する、うん、低音強くないし、ボーカル綺麗、女性ボーカル特に綺麗、うんうんまあ、ピアノの音とかギターの音とかストリングス系は綺麗、うん、これはこれでいいんですけど、奥深い、まあ、だから音楽によって変える、うん、で90年代のロックを聴きたくなったらまたこれに戻る。なるほどなるほど。めっちゃ良かった。さっきの味感すごい良かった、ね。味感とか、その90年代の曲聴くときめっちゃいいんですよ、これ。
だから、これも使い分け。ヘッドホンも曲によって結構使える。だからいっぱい持ってる人はいるし、なるほど、用途によってヘッドホンも変えるみたいな。で、今何発全部、一応2万円買う。うんうん、これは1万6000円ぐらい。中古で買った方がいいかもしれない。うん、中古だと1万円ちょいぐらいで買えるかもしれない。というヘッドホンの、まあ、中古って結構むずいですよね、でも電子機器で。電子機器で中古買うときってなんかコツあります？まあまあ、あのイヤホンとかはあの イヤホンとかその中古専門扱ってるところとか、うん、ソフマップもそこそこ、まあ、それなり信頼性の、僕ヤフオクとかメルカリは手出さないんで、ソフマップで中古が売ってるんですか？あ、そう、もう中古もある。だからプロの業者の中古しか買わないです。なるほど。プロの業者の中古を買えば外れは引かないんで、うん、まあ、それで安い価格帯のやつ、自分はこれで買うっていう値段決めといて、そこに落ちたら買うみたいな感じの買い方してる、うん、株みたいな感じで、うんうん、そこまでセールで安くなったら買うみたいな。だから、あの、全部2万円以下で、こう、横に揃えると。膨大な量の2万円以下のものを今日は見させていただきました。はい。まあ、よかったでしょ？めっちゃいいですね、これ。ハイファイマン。なんか、しかもずっと話聞いてたら、こう、麻痺ってきて、安いから買おうかなってなる、はい。あ、そうそう。安く思えてる。怖いことに。僕、YouTube。かなり麻痺してますね、そう、すでに。僕、だから、中華系イヤホン YouTuber を毎日見てるせいで、うん、2万円切ったら何でも安く思っちゃう。じゃ、しかも、結局僕、潰れてから買いに行くんですよ。あ、はいはいはい、だから、毎回結局、まあ、しかも最近なんてもう5、6000円するんで、はいはい、しょうもない自分の、なんか、あの、その場の、雰囲気で判断力がない自分の知識で、あり合わせでね、6000円ぐらいのものを買うしかなくなって買うみたいな消極的買い物を僕すごい嫌いなんですけど、それだったらこうやってこう知ってからちゃんとチョイスして予算決めてやった方がいい。価格以上、これだから、これをそのヨーロッパとか日本のメーカーが作ったら5万円ぐらいしちゃうんですよ、1万5000円のもの。明らかに中華製にするとめちゃめちゃ安くなるのはある。確か、うん、で、確かに音楽、なんだ、電気屋さんで、ちょっと聞いてみようとか言って、めっちゃいいのを聞いてみるじゃないですか。うん、ほんじゃ、これもうすっげえ音出るなっていう時の音ですもん。確かに、うんうん、その類の音です、うん。まあ、ぜひ、はい、あの、家電屋さんでいいのを試聴してみて、よかったら買ってみて。いや、今日もなんか、大体な、なんか、もしその気になったら、もうここやなっていうのはなんとなく、はい、なんとなく目星がつく、はいはいはい、だ普段でも音楽あんま聞かない、じっくり聞かないじゃないですか、もうやっぱり、うん、流し今となってはね、世の中全部流し聞きが中心になっちゃって、うん、じっくり音楽聴こうっていう時間を持たないです、ね、普通は、ね、これやってると昔はありましたけどね、昔あるけど、これやってるとやっぱ一つの音楽ずっと聴いたらこの音もいいな、うん、このケーブルもいいなみたいな、一つの音楽ずっと聴いてられるんで、その音楽に向き合うっていうか、能動的音楽の視聴ですよ。最近はもう受動的一辺倒な、流し聴きとか浴びるように流すと BGM になっちゃってるんだけど、うんうん、その、まあ、せっかくハイレゾ音源って結構ここから出る音は良くなってるんで、うんうん、それを楽しみきるために、ね、まあ、能動的に音楽聴いてもいいんじゃないかっていう感じで、うんうん、まあ、イヤホン、特に中華イヤホンなんか安くなってるから、うんうん、数千円でかなりのいい音が手に入るんで、まあ、そういう世界に足を踏み入れてもいいんちゃうかなっていう感じ。なるほど、はい、勉強になりました、はいはい、ということで、まあ、このターンも一旦ちょっと終了ということで、ありがとうございました。